乳ん乳ん、乳,がん,乳がん、毒、ブラストクレブス、ラ、カルシノーマママイとは、乳房組織に発生した癌種のことである。世界中でよく見られる癌で、西側諸国では、女性のおよそ10%が一生果ての間に、乳がん罹患する機会を有する。それゆえ、早期発見と効果的な治療法を達成すべく膨大な労力が、費やされている。 また、乳がん女性患者のおよそ20%がこの疾患で死亡する。乳がんに罹患するリスクは年齢とともに増加する。生涯で乳がんに罹患する確率は日本人女性で16人に1人、欧米では8から10人に1人である。大阪府がん登録による成績では1975から2001年に診断された乳がん全罹患数。 39,879例のうち男性乳がんは0.57%であった。また、田島らは男性乳がんの最頻値が60歳代であることを示した。乳がんに罹患する確率はいろいろ異なった要因で変わってくる。家系によっては乳がんは遺伝的家系的なリスクが強い家系が存在する。人種によっては乳がんリスクの高いグループが存在し、 アジア系に比べて、ヨーロッパ系とアフリカ系は、乳がんリスクが高い。他の明確になっている、リスク要因としては、以下の通り、年齢とともに、乳がんの発生する確率は高まるが、若年齢で発生した乳がんは、活動的である傾向が存在する。乳がんの一種の炎症性乳がん、インフラマトリブレストキャンサーは特に活動的で、若い女性に偏って発生し、 初心時のステージが5、または4であることが多い。この癌は他とは変わっていて、乳癌のしこりがないこともしばしば見受けられ、マンモグラフィーや超音波検査で発見することができない。乳腺炎、マスタイタスのようなチブサの炎症が症状として現れる。乳癌の予防の可能性の要素として、次のようなものがある。二つの遺伝子、ブリカ1とブリカ2は、 家族性の乳がんと関連している。この家系の女性でこれらの遺伝子が発現しているものは、そうでない女性に比べて乳がんに罹患するリスクが極めて高い。P53 遺伝子突然変異の LI フラウミニド症候群もまた同様で、全乳がん患者の5%にこの症候群が見られる。他の遺伝因子は乳がんでは散発的に見られるだけである。乳がんは、 非新純乳管癌、ダクトルカルシノーマ飲質、非新純性消陽癌、ラビューラーカルシノーマ飲質、新純乳管癌に代表される、新純癌、そしてに大別される。日本の乳癌取扱規約では、新純乳管癌をさらに、乳頭腺管癌、充実腺管癌、抗癌に再分類する。など。男性乳癌の頻度は少ないものの、 女性では乳腺組織が死亡に包まれており、多少の新順であっても多臓器新順には至らないが、男性では表皮や胸壁に近接しており、わずかな新順でも容易に進行期となり得る。また女性に比べて治療などの情報入手や悩み相談などの機会が少ないため、NPO 法人キャンサーネットジャパンが2018年から男性患者の交流会を開いる。 30歳代から高齢の女性ほど、罹患率が高いため、今日では多くの国で検診を受けることが推奨されている。検診には、胸部自己診断法も含まれる。いくつかの国では、総老年女性の全員の毎年のマンモグラフィー検診が実施され、早期乳がんの発見に効果を上げている。ただし、検診にもデメリットは存在する。乳がん患者発見の背後には、 その10倍以上の乳がんでない被験者が精密検査へと回り、性検、乳房に針を刺すを受けていることも事実である。こういったことから、2009年にはアメリカの予防医学産業部会が40歳以内の定期的なマンモグラフィ検診は推奨しないと発表し、大きな議論となった。マンモグラフィーは早期乳がんを発見するための選択肢の一つであり、それだけで、 すべての年齢層に対してすべての乳がんの早期発見がカバーできるものではない。欧米では、障害乳がんリスクが20%以上の女性に対して造影剤を用いた MRI によるスクリーニングが推奨されている。日本では現在40歳代における超音波検査の併用検診の効果について大規模な臨研究が行われている。CT は X 線被曝や 費用の問題もあり、検診に用いられることは稀である。20歳代での検査は、マンモグラフィー、病室率43%よりも、乳房超音波検査、病室率86%が診断に有用である、可能性が示唆された。これは、若年者では、乳腺が発達しており、マンモグラフィーで高気度乳腺となって、病変を検知することができないという経験論とも、 合致し、年齢に応じた検査法の選択が必要であることを強くそその化する。なお、高齢者では、乳腺が萎縮しているためマンモグラフィーでも、病変の病室が比較的容易である。BR、マンモグラフィーでの30歳代の乳がん症例における、2センチメートル以下の食がんの感度は78%、31、40例と主流に対する検出能力に関しては、 十分とは言えず、一方、超音波検査は、触値主流を前例検出してた。NCCN の乳んスクリーニング、診断ガイドラインでは主流を触値する30歳未満の患者では、画像診断として、超音波検査試行を進め、主流を触値しない、異常乳頭分泌のある患者には超音波検査、ウモグラフィを進めている。 総老年女性の検診は増加しているのにもかかわらず、多くの女性が乳がんに最初に気づくのは、かかりつけ、開業医などが、乳房のしこりを発見したり、入浴中にしこりを自覚したりといった契機による。一般的な乳がんのスクリーニング検査としては、問診、触診、難 X 線乳房撮影、マンモグラフィー、超音波検査などが実施される。 臨床的に疑いが生じると、乳房 MRI 検査及び、細胞診や生検、マンモトームなどが実施され、病理学的診断により、癌であるかどうか判別される。マンモグラフィーは簡便であるが、早期乳がんの検出率は56%であり、MRI の検出率92%に優位に劣るとされる。細胞診は多くの場合、 超音波装置の誘導で、腫瘍内に細い針を挿入し、腫瘍細胞を採取する。聖剣にはいくつかの種類があるが、超音波ガイド下にやや太めの針を挿入して、腫瘍の一部を採取する針が最もスタンダードである。細胞診や針聖剣で診断が困難な場合には、超音波、またはマンモグラフィーを取る機械を用いた、マンモトーム聖剣、MRI 検査でしか病出できない。 多発乳がんなどの場合は、MRI 検査をしながら、生検を行う MRI ガイドした乳腺生検が行われることもある。変異不正な主流影、構築の乱れ、スピキュラ、スピキアラ、微細洗浄切開化、微細分子様切開化が認められる。形状不正、内部エコー不均一、後方エコー減弱などが認められる。以下のものなどが使用される。 がんの再発を100%検知できるものでもなければ、例えば CEA は喫煙によって高値を示すなど、感度、得意度とも完全な検査ではないため、CT などの術後の定期検査も必要となってくる。いかに参考値も不すが、検査機器によって正常値が異なるため、検査値の評価するときには、それを確認する必要がある。病理医は普通、主要の組織型と、 顕微鏡的なレベルの進行度合い、新純性であるか否か、など、を、政権の報告に記述している。新純性乳癌のほとんどは、腺が癌、アダノカーシノマであり、その中で最も普通のアイは新純性乳が癌、インフィルトレイティングダクトルカルシノーマイ CD、オーコード8500、3である。他のアイとしては新純性商が癌、インフィルトレイティングラビューラーカーシノメイクド。 高高度8520、3、水溶岩、メダレリーカルシノーマ、粘液岩、ミューセネスカルシノーマ、環状岩、トゥービューラーカルシノーマ、新純性微小乳糖岩、インベイシブマイケロパピレリカーシノーマ、火星岩、メタプラスティックカルシノーマなどがある。稀に、腺岩以外の岩種、あるいは、岩種以外の悪性腫瘍が見られる。また、乳腺の増殖性病変の一部は、 乳がんと紛らわしい良性病変、良性と紛らわしい乳がんの顕微鏡像を呈することがあり、正しい診断に到達するためには、免疫染色という方法を用いることがある。乳腺病理専門医に対して、セカンドオピニオンを求めたり、ハリ政権においては無理に、最終診断を下さず、切除政権を推奨したりすることも、時に重要となってくる。診断が確定すると、 次は、癌の病気の判定に移る。腫瘍の広がり具合と、浸潤や、転移の有無を、病気判定の尺度とする。乳癌の病気、ステージは、腫瘍の乳房内での広がり、リンパ節への転移の有無、癌細胞の遠隔転移で決まってくる。腫瘍の乳房内での広がりには、腫瘍のサイズ、皮膚や胸壁への浸潤の有無、炎症性乳癌という病態かどうかが含まれる。 新順、転移が疑われ、リスクが高い場合は、CT スキャン、骨、シンチグラフィフルオロデオキシグルコース用電子断層撮影、FDGPET、磁気共鳴画像、MRI、血液検査などの追加の検査で、遠隔転移の発見が試みられる。国立がん研究センターが、情報サービスの胃がんの病気、ステージ分類表より引用し改変。 乳がんの治療は原則的には外科的切除であり、抗がん剤や抗エストロゲン剤など化学療法と放射線療法が併用される。術前に化学療法を行うことをネオアジュバント治療と言い、術後に行うことをアジュバント治療と呼ぶ。化学療法への主要細胞の反応は様々で、術前化学療法で病理組織検査場、癌細胞が完全に死滅することもあるが、 この場合でも、温存術後の放射線治療は省略すべきでないと、されている。ただし、化学療法にも放射線療法にも、副作用は必発であるし、手術の場合も術後合併症が起こることもある。点などに考慮をする。手術ステージ IEA に対して、適用となる。最近では、乳房温存術と乳房切除術とでは用語に差がないことが、 報告されてきており、手術は拡大手術ではなく縮小手術が行われる傾向にある。手流の大きさによって、切除範囲が選択されるため、3センチメートル以上の大きな手流や、胸壁や皮膚へ直接浸潤しているような、進行している場合には広範囲切除となる。切除団単要請、遺産が再発の高リスクであるため、できる限りの手流摘質が望まれる。 手術の際には、リンパ節覚醒として、センチネルリンパ節制限、センチネルリンパノードバイオプシーが行われ、リンパ節転移のある場合には状況により、センチネルリンパ節のサンプリングだけでしまわか、液化リンパ節覚醒を行うか判断される。なお、チブサを直接切り開いて、腫瘍を摘出する場合のほか、内視鏡を使用して摘出する場合もある。 温存術後に放射線治療を組み合わせた治療法を、乳房温存療法、ブレストコンサーバティブ、トリートメントといい、局所再発率といった治療成績は、乳房全摘術、アンプテーションオブティーボーレストと同等である。ただし、胸部症者の気用や活動性の胸皮症や、全身性エルテマ等です。システミックルーパスアロシーモットーシスをはじめとする、抗原病の合併。 妊娠中などいくつかの禁忌が存在する。また、放射線治療時には両手を挙上する必要があるが、この単位を保持できない場合にも、温存療法の適用とならない。乳房温存術後の局所再発の予防を目的とした乳房全症者が一般に行われ、術後症者により局所再発が空に減るとする文献もあり、大規模な研究によれば、 生存期間を伸ばすという効果も認められている。症者屋は、通常、観測乳房全体であるが、液化リンパ節転移が主に4個以上あれば、鎖骨上化リンパ節領域への予防照射も検討され、術前の画像上、胸骨棒リンパ節転移を疑う場合には、同部位も照射に入れる。乳房温存術後の予防照射としては、全乳房に対して 50G、25FR、 照射するのが一般的である。術後断端が陽性、顕微鏡レベルではあるが、手術でガンを取り切れていなかった可能性が高いである。場合などは、ガンが元あった場所、主要床 20G5FR 追加で照射することもある。ブースト症。術後の予防照射では、皮膚の発赤や茶褐色の着色、乾燥、かゆみ、術相部付近のピリピリ感などの急性の 有害事象が生じることが多いものの、外視って経度に収まり、徐々に1年程度、消費者による変化は消失していく。一方、観測の手の不死は、手術によるリンパ節覚醒の影響と相まって強く出ることもあり、これは鎖骨状下リンパ節照射者を照射することによって、出現頻度が高まり、まだ症状も強い傾向にある。 一旦不守が起こると治療することが難しいため、ならないように生活指導をされるが、重いものを持たないなど、観測の手を愛護的に扱うといったことが中心である。しかし、観測が利き手であるとこうしたことは難しく、研究結果とともに、患者の今後の生活まで視野に入れた治療方針を決定することが重要である。また、左乳がんの場合、心臓もわずかに照射矢に入るため、 心膜炎、狭心症、心筋梗塞といった有害事象も生じうる。さらに放射線による二次発がんも懸念される。25回の照射は通常土曜日、日曜日、祝日を除いて毎日連続で行うことが必要であり、1ヶ月と少しは毎日病院に来る必要があって通院が負担となる例もある。そのため短期照射といって25回よりも短い。 期間で同様の効果が得られる放射線治療法が健康保険でも認められており利用されている。ただし短期症者では総線量が 50G に満たない。民間の医療保険では放射線治療を行った場合 50G 以上の症者でなければ保険金が出ないという契約となっていることも多く短期症者を希望する場合は確認が必要である。また 小腺炎治療などにより、乳房全体ではなく、腫瘍があった部分に限局して放射線を照射するという研究もなされており、結果が待たれる。転移及び再発における症状緩和を目的とした照射がある。乳がんは比較的骨転移をきたしやすいがん種である。骨転移は無症状の場合もあるが、強い疼痛を伴うこともあり、こうした場合に病変部に照射すると、 9割程度で、除痛効果が得られ、半数では、完全に痛みが消失する。背骨、脊椎に転移すると、脊椎という神経の束を圧迫して、麻痺などを起こすこともあるが、放射線照射でガも制御することにより、麻痺が解除されうる。また、脳転移も時に認められるが、数が少なければ、転移放射線治療を行ったり、多ければ、全脳照射を行ったりする。他、 肝臓や肺にも転移しやすく、少数であれば、転移放射線治療の適用もあるが、一般に、化学療法などの全身療法をすることが多い。術後化学療法は再発リスク評価に応じて適用され、内分泌薬、抗がん剤、分子標的治療薬の3種類を用いて行われる。また、術前化学療法も行われる。また再発、転移性乳がんにおいても、 化学療法が行われる。長期治療成績は診断確定時の乳癌の病気、ステージと癌が,がどのように治療されたかに依存する。一般的に言って早期発見されればされるほど予後は良い。早期であればほとんどの乳癌が,が手術によって根治する。男性乳癌では女性乳癌と比較して大胸筋浸潤を起こしやすく進行癌で発見される確率が高いため、 5年、生存率40から50%と予後不良であると考えられてきた。しかしながら、近年の例によると、女性患者と比べても、全生存率、無病生存率ともに変わらないことが指摘されている。また、外科的手術を行った場合、主に心理的な観点、及び患者の精神的なケアの観点から、乳房再建術が行われることがある。 さらに再建後のチブサに適したブラジャーの相談対応やオーダーメイドも行われている。乳がんは古代からあった病気で、古代エジプトにおいてはイムフォテプという医師による乳がん治療の記録がパピルス文書に残されている紀元前3000年、紀元前5000年のこと。古代における乳がんの主な治療方法はチブサの一部を切開することで悪性腫瘍を排納し、 残りの腫瘍は原始的に焼却したり腐敗させたりした。古代においては麻酔も防腐もない時代であるので、乳がんの手術には大変な苦痛が伴い、手に負えないものであれば、軟膏を塗るといった姑息的な手法によるしか、できなかった。それから長い時代において、乳がん治療の歴史は停滞したままであったが、16世紀にアングロワーズ・パレという外科医が、糸による血殺で細胞を壊死させ、 それによって、癌を取り除くという手法を試みた。乳癌の手術技法を確立したのは、フランスの外科医、ジャン・ルイプティ、1674年から1750年である。その方法は、癌に周囲組織を大きくつけて一回にして切り取り、さらに転移を防ぐために、液化リンパ節を取るものであり、これは現代の外科の考えと一致するものである。 彼の死後24年後にはその業績は出版され、1800年代に入ってからは多くの外科医が乳がん治療の腕を競うようになった。今日の乳がん手術の術式を確立したのは W.S. ハルステッドであり、1970年代まで彼の確立した術式は世界中で認められ、用いられるようになった。ハルステッドは1882年、 最初の根治的乳房切断手術を行った。これまでの手術と違うところは、癌種類から大きく離して、正常皮膚乳腺組織を大きく癌の癌種類の側につけて切除し、さらに大胸筋と液化リンパ節を摘除していることである。メイヤーは1894年、六例の根治的乳房切断術を行ったことを報告している。彼は大胸筋のみでなく、 より安全を確保するために小胸筋も切除した。こうして乳がん根治術法が確立されることとなった。乳がんはチブサを切除しても皮膚は液化に癌が,が再発することが多かったが、ハルステッドの両方によって、それまでの再発率60から70%が6%に劇的に抑えられるようになった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。